今日は2020年12月30日です。まあもうすぐ2020年終わりということで、私の YouTube もこの1年間本格的に始めたんですけども、まあ、私の YouTube チャンネルのですね、年次報告ということで、あわこさんが資料を作ってくれたので一緒にちょっと見ていきたいと思います。それでは今日はあわこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このデータすごいですね。いやまあこれパッと取れるんですよ、はい、あのちょっとまあ事前に話しましたけど、ノックスインフルエンサーっていうサイトがありまして、はい、そこでまあチャンネルのその、はい、あの登録者っていうか、その、はい、チャンネル名とかいうので、はい、その中そのインフルエンサーとしてどれぐらい影響力があるかみたいなのを、はい、データ取れるんですね。おで、ゆうさんのチャンネルを突っ込んでみたら、はいはい、パッとこう出てきたんですよ。おいいですね。で、それをちょっとなんか、はい、なんていうんですかね、こう、視聴者の方が株主という体で、そうですね。ゆうさんが、この会、はい、ゆうさんのチャンネルを運営している会社のラオバンという体、はい、設定で、はい、その株主に対して、決算報告じゃないですけど、年次報告みたいな感じでやっていくっていうのが、今回の趣旨です。わかりました。まあ普段株の動画でも決算説明してますので、はい、同じように、じゃあやっていきたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。ラオバンとして。はい。はい、じゃあまずスライドの3番目なんですけども、これはコンテンツですね。はい、この1年間で、私がアップロードを今回したのが、528本の動画ということですね。そうですね。こんなその中で、ちょっとまあ誤差はあるかもわからないんですけど、はい。大きく言って、この、はい、左に書いてある4つの丸あると思うんですね。ああ、はい。で、まあ、それが大きなジャンルになって、はい、株式投資と、はい、散歩、はい、あと対談とか配信、はい、あと中国語っていうふうに分けると、はい、で、株式投資については計、その528本中、157本。はい。になります。内訳がその 1,2,3、はい、って書いてある中になってまして、はい、企業分析、例えば中のアリババがどうとか、はい、エンセントがどうとか、はい、いろいろあると思うんですけど、中国企業とか、まあ、アメリカの企業も含めて、はい、企業の業績分析を行ってたり、あとゆうさんのポートフォリオ公開とか、はい、いう動画も定期的にやったんで、それが合わせると115本ぐらいありますね。そんなにやったかな。自分ではちょっとあんまり覚えてないですよね。はい。で、まあ私の数え方からして115でしたと。はい。で、2番目がまあ投資系の YouTuber さん、まあ、はい、米国株やってたりとか、はい、まあ、香港株やってたりとか、はい、あると思うんですけど、はい、まあ、そういった方とか、あとその、はい、相場師さん、よく対談されてる、はい、負けへんでさ、何枠長の、はい、はい、そうですね、はい、の対談とかっていうのも、ここに混ぜると、はい、24本ですね。まあ、これはそんな感じしますね、はい。はい、そうですね。で、ハウトゥー系で、はい、まあ、これ最近あんまりない、はい、んですけど、最近の動画の種類としては。はい、その中、初期の段階で海外講座の解説の仕方とか、はい、あと、バランスシートとか、はい、プロフィットとかの、はい、損益計算とか、貸借対照表の見方とか、はい、まあ、その他、ね、養成講座。はい。そうですね。うん、あ、はい、そういうのが12本。みたいなハウトゥー系のものが12本ぐらいありました。うん、はい。結構株のやってたんですね。そんなやってるイメージ自分はなかった。合わせると157本ぐらいありました。はい。ものすごい、正確ではないんですけど、まあ、大体これぐらい、157本っていう数字です。はい。はい、で、まあ、散歩が、はい、次に散歩なんですけど、はい、散歩がまあ307本ぐらいあります。はい、まあ、大体ですけど、1日1本ぐらいは上げてるっていう感じですね。そうですね。それは確かに、それぐらいやりましたね。うん、はい。今もうメインが、もともと株のチャンネルで始まったんですけど、今散歩が、の方が多いですね。うん、まあ、おっさんっていうのが散歩が一番なんかこう取りやすいというか、そうですね、何も考えなくていいみたいな話なんで、楽なので自然とそうなるんでしょうけど。そうですね。
企業の事業でいうと、楽に収益上げられ、売り上げ上げられるっていうやつですね。そう。だから散歩が主力事業になってますよね。そうですね。そういう意味で言うと。はい。はい、実は株主投資っていうところで始まったって、株式チャンネルっていうところで始まったんですけど、はい、実は副業の散歩の方が稼いでるみたいな感じで。そうですね。まあそういう企業ありますけどね。途中から、はい、事業が転換していったっていう。はい、まあ変な話、トヨタとかそうじゃないですか。織物機、食器、トヨタ自動食器がもともと主力っていうか、その織物機作ってたけど、はい、なんかこ自動車作り始めたらそっちの子会社の方が大きくなったみたいな感じだと思うんですけど。そうですね。はい。はい。で、はい、まあ散歩が307あって、はい。で、その次の対談と配信が、はい、63本あります。はい。はい、で内訳が、まあ、業界文化レクチャーとかアプリ紹介、はいはい、まあ、主に私がやってたりとか、あとなんか多分中国の女性の方とねやってたレッドのシャオホンシュー のそうですね、1本ありましたね、含めると、はい、まあ、8本ぐらいですね。おお、はい、はい。で2番の写真っていうのがシャオクーさんとかの写真であるとか、はい、川子さんの昔の写真、旅行の写真とか紹介したのが5本。ああ、はい。で最後、こう中国事情タオバオショッピング雑談って書いてあるのが、はい、まあ我々で話してるものであるとか、あと、はい、なんかこの間タオバオショッピングされてたんで、ね、その動画であるとか、腕時計買ったりとかですね、はい、はい。で相場師さんと話してた、まあ何でもないその相場の話以外の、はい、はい、の話とかも含めると13本ほどあるっていう感じですね。はい。で4番目がなんか配信、はい、配信、ああこれ37分やってるんですね。あ、うん、確かに私最近あんまり配信見てないというか、あ、はい、数ヶ月あんまり見てないんですけど、はい、まあ確かにいつの間にか37本っていうすごい数になってて、これも正直楽なんですよね。何も考えずに喋るだけなんで、行き当たりばったりで。まあ、皆さんがコメントくれるから喋れてるんですけど。はい。はい、っていうコンテンツ、まあ63本っていう、はい、第3の柱になってる感じですね。はい、まあ主に配信ですけど、はい、多いのは。はい。はい、で、最後、中国語っていうのがあって、はい、なんか1本だけ、なんか HSK5 級かな、なんか、そうですね。そういう勉強の仕方みたいなのが1本だけあったんですよ。はい。ありました、ありました。はい、それ、はい。で、それが、それです。まあ、全然あれ、あんまり再生されてないし、説得力ないんですけどね、私、中国語下手なんで。いや、まあ、ちょっと話が、はい、先に進んでしまうんですけど、はい、今中国語学校通われてるから、はい、今後この中国学校、中国語っていうコンテンツが、そうですね、もうちょっと本数増えていたら面白いんじゃないのかなと私は思う。そうですね、私が中国語学校で喋ってるやつを、まあ、そのまま録画して流しても面白いかなと思うんですけどね。日本人聞いて、もう、あ、まあ、日本人聞いてどうかよりも中国人の人聞いてなんか面白いかなって笑ってもらえるのかなと思ったりして、下手な中国語喋ってるって、そういう意味で面白いのできるかなとはちょっと思ってるんですけどね、うん、まあなんか育成事業じゃないですか、中国語は、はい、そうですね、はい、ああこういう、まあ、こんな感じの比率になってて合計528本ありますっていう感じなんですね。はい、おー、はい、はい、そうですね。でもまあ今後も一応主力の散歩と株式投資、この2つはやっていきたいし、まあ対談も面白いし、まあそうですね、全部伸ばしていきたいですね、うん、で一応ね、私のこの U のこの企業はですね、基本的には大量生産するっていうのがポリシーなので、できるだけ多く作りたいですね。クオリティを高くして少数精鋭でいくんじゃなくて大量生産で勝負するっていう会社なので、同じようなものをひたすら大量に作っていくっていう感じです。そうですね、はい、そういうあれなんで、いやーこれはすごいですね。でもこういうの分かるのって、で、はい、次ですかね。はい、次
次が本当に、はい、そのノックスインフルエンサーっていうサイトに突っ込んでみて、はい、ユーザーのチャンネルをで解析したものを画面キャプチャーしたものなんですけど、お、はいはい、まあ、全般っていう話でいくと、はい、まあ、登録者数が1880人29日段階で、あ、確かにそれは今多分やってますね、はい、はいはい、いまして、で、はい、全部の動画の合計視聴回数が152万弱、はい、あ、2万強かほど、はい、視聴されてるっていう状態ですね、はい、うん、でちょっと残念なのが最近動画1本あたりの再生数がちょっと落ち込んでいまして、はい、確かにそうですね、はい、この辺がもう、視聴者さんイコールこの株主からして、はい、どうなのって思ってる思われるとこかもわからない、ね、そうですよね、ちょっと株価が落ちてるみたいな、ね、まあ、この話の後に、はい、ユウさんの見解を話していただきたいと思うんですけども、うん、そうですね、 15% 落ちてるんですね、はい、これそうですね、はい、どこの、 あのところと比較して 15% 落ちてるのかっていうのはちょっと、うん、私は今把握してないんですけど、はい、うん、どっかの機関と比べてってことですよね、うん、そうですね、うん、はいはいはい、まあ、ちょっと下落傾向にありますというところです、はいはい、で、なんか登録者数ランクっていうのがあって、はい、これは多分全部の YouTube のチャンネルの中で、はい、これはあなたの順位ですよみたいな形だと思います、お、はい、134万6666位、はい、おー、で上位 9%、10% 以内に入ってるってことなんですかね、これ言ってるグローバルで言うと、うん、でも上位 10% はなんか良さそうな気もするんですけど、どうなんですかね、そうですね、はいはい、すごい詰まってんのかな、はい、分からないですけど、はい、でなんか1コンテンツあたりの収益っていうのが3766円ですよっていう感じです、はいはい、でもね、まあ、別にこうお金儲けのためにやってるわけじゃないと思うんですけど、うん、そうなんですね、なんか勝手に出てくるんで、これ、ああ、そうですね、まあでもね、これ実際本当のこと言うと、はい、多分ね1コンテンツはもっと低いですね、あの、あ、700円とか800円ぐらいですね、多分平均すると、はい、その隣にその大体の見込みの推定収益月間っていうのが入ってるんですけど、あ、はい、まあ、1万円から3万4000円ぐらいの間ですよという形なんですけど、これも大体そうですね、合ってますね、大体そんなもんですね、はい、うん、まあ私はここはあんまりね追いかけてないんですよね、はい、あの視聴者数、そうですね、視聴者数も正直そんなに追いかけてなくて、あのここには出てないんですけど、1動画あたりの再生時間を伸ばしたいなとは思ってるんですね、ああ、はい、ですので新規の視聴者を増やすよりは今の既存の視聴者さんを一本動画あたり長く見てもらいたいっていうのは思ってるところなんですけど、ね、まあ変な話、100人いたら100人が最初から最後まで見てくれるっていうのが究極の理想ってことですね、はいはい、そうですね、はい、うん、それはちょっとね目指してるところなんですけど、はい、はい、まあこれ聞いてもらってる皆さんに言いますけど、お金儲けのためにやってないっていうことですね、はい、とりあえず、いや本当そうですね、はい、やってたらこれね、この金額じゃちょっとこれ割合わないですよこんだけ動画上げて、はい、うん、はい、はい、で次なんですけど、はい、これ視聴者の方の、はい、まあ、年代とか性別の分布とか、はい、アクセスしていただいている所在地の分布みたいなのが右に出てるんですけど、あ、はい、私も初めて見てびっくりしたの、結構若いんだなと思って、一番見てくれてる人25歳から34歳いわゆるアラサーの方、はい、男性が 20% 付近占めてるんで、はいはい、うん、だから18歳から言ったら44万ぐらいのところが、はいはい、ちょっとレンジ広いですけど、はい、一番その見てもらってるところのメジャーなところってはい、あ、なんかでも私のイメージは40から60ぐらいの男の人が多そうなイメージあったんですけどね、うん、コメントとか見てるとですよ、うん、はい、
まあ実際まあ、は、これGoogle のアカウントでどう登録してるかによると思うんですよ。そうきですちんとね。その自分の生年月日で登録してるんだったら、きちんと出るんでしょうけど、まあ、その辺適当に入力してると、多分ちょっと実態とは違うのかなっていう気はしてるんですけどね。そうですね。まあ、一応それしか情報は取れないから、まあ、それを信用するとこういうグラフになりますと、分布になりますっていう話ですね。で、右のところもほとんど日本からのアクセスってなってるんですけど、まあ、ここちょっと精度が悪いかなと思ってて、そう実際です多ね。分日本の、これ実際Google では私ちゃんと見れるんですけど、今日は一応まあ、その分析ツールの情報ということで、合ってるかどうかはちょっと別にして、Google の方で見ると日本とかアメリカ、香港が多いですね。まあ、韓国もあったかな。そうですね。で、これ何人とかは分かんないけど、でもコメント見てると結構中国人の人を見てもらってる人多いんですよね。特にまあ、日街本歩にき住の。まれてる中国の方とかが多いんじゃないですか。そうですね。そうですね。まあ、こんな形です。その登録者の 内訳というか。内訳ですね。で、で、次そ行きのますか。次が、登録者数のその伸びの推移なんでおお、すけはい、ど、まあ、2020年ちょうど2月上旬というか、初めぐらいから今までの、この推移を示してまして、こうやっぱグッと伸びたのが、やっぱ2月、3月であるんですね。その赤丸してあるところなんですけど、ここでやっぱ伸びたのが、やっぱ中国国内ロックダウンがあったんで、その辺の散歩動画とかが、多分その日本とか海外から、今の中国、この当時ですね、2月、3月当時、どんな状況なんだろうっていうのを、多分興味持たれてる方がいらっしゃったんで、ガッと伸びたんだろうなと思ってるんですけそうですね。これ多分ね、南京シールーとかの中国ロックダウンの時、南京シールーとかの、あと地下鉄の状況とか、そういうのを出したんで、多分その時、再生回数すごい伸びましたね。その前に1000人っていうのは、まずちょっとそのロックダウンになる前に一旦達成はしてるんですけど、多分ここで相当伸びてて、そうです2000ね。人ぐらいをこの1ヶ月ぐらいで稼いでるんじゃないですかね。そうですね。この最初の1000人は純粋に株の動画だけでしたね、この時は。その後、散歩の動画始まったんで。で、そこからまあ、3月末ぐらいからちょっと緩やかな伸びになって、で、この6月の初めぐらいに一瞬だけポンと伸びたんですよ。多分これ200、300人ぐらいが短期間で一気に来たって感じなんですけど、ここ私わからないんですけど。これね、多分1日に300人一気に登録増えたことあるんですね、300ちょっと。で、これなぜかというと、株の動画やってる株の買い時さんっていう方が、なんかね、ライブのおっし中ゃってまでしたね。私のことを言ってくれたんですよね。それで見に来る人がバーって増えて、1日300ちょっと増えましたね。すごい影響力だなって思いますね。それですかね。一瞬なんかちょっと伸び傾きが、上向いなてんまていすうもんね、これ。か、そうで上向いてるんで。で、その後はまあ緩やかな伸びを示してるんですけど、それ以そうです降は。ね。やっぱこういうポジティブニュースですよね。株価と一緒で、ぐっと伸びる時があるんで。で、今後なんか5000人行っ爆発た的のに伸びが、る可能性もあるかもわからないですけど。そうですね。5000人行ったのが、これ6月1日って一応なってますね。そうですね。確かに、そんな感じ。最近でもね、正直伸び悩んでるんですよね。ちょっと。で、その次が、視聴回回数の数。推移で、おお、はい。
まあ、推移というか、まあ、なんかその期間中にどれだけの見られてるかっていうのがこうグラフになってるんですけど、はい、まあやっぱりなんかコロナじゃないですけど、はい、第1波、第2波、第3波ってありまして、はい、見てると、はい、で第1波がやっぱりこの中国国内ロックダウン期間、はい、さっきのあのちょうど2月3月で急に登録者が増えたのと比例してやっぱり視聴回数、はい、そこですごい何万とかいうのが波が来てるっていう感じですね。そうですね、これ。で、その2番目の第2波みたいなところは、これまあ私の予想でしか書いてないんですけど、はい、まあ、多分日本が多分4月5月あたりで、はい、あの緊急事態宣言してて、多分家にいることが多くなったから、あ、日本から多分 YouTube 見たりとかっていうのが増えてきて、その辺なのかなと私はこれ分析したんですけど。はい、ああ、確かに。そんな感じしますね、うん、で第3波っていうのは8月なんですけど、これはまあお盆なんだろうなと思ってまして、はい、結局お盆の時もなんかオンライン規制とかなんか、まあ、今も年末年始もそんなこと言ってましたけど、はい、一番最初にその言葉できたのがお盆の時期だったんで、多分お盆で帰ったりとか、まあ、帰れなかった時に、はい、あの家にいて、はい、あの YouTube 見てる人が多かったのかなっていう気がしますけど。確かに。でもそう考えると今のあの年末年始も狙い時ですね、これあの皆さん。そうですね、見てくれるから、もしかしたら、はい、はい、特にね、あの年末年始のテレビ面白くないとかって思ってる人は YouTube 見るじゃないですか。はいはいはい、そうですね、まあ、YouTube 全体として見られるんじゃないですかね、はい、そうですね、そう、こんな感じになってます。はい、はい、で、まあ、次、はい、ここ避けてるんですけど、はい、私が、はい、あの、まあ、将来展望ということで、はい、あの、まあ、ユーラオバンというか、はい、中国で言うとヨーラオバンのシャンファーって読むんですけど、はい、まあ、日本語で言うと、ユー社長の考え、はい、みたいな意味なんですけど、そうですね、その2021年の展望、2021年に向けての展望を、はい、まあ、社長として語っていただけたいなと思いまして、そうですね、そこに書いてあるのは適当な、あの適当なというか毛光年の春行っていう詩を書いてあるだけなんですけど、はい、それっぽく、いや、でその赤字が蘭方ヤオカンマって書いてまして、はい、それでどうするのっていうので、ここはもうフリーで語っていただきたいなと。そうですよね、あの企業も株主総会でまず決算の説明して、はい、それからあの今後どうするかっていう社長の方針出さないといけないんですね。そう決算説明会の時にあのコンセンサスって来期のあの数字を出さないといけないですよね、予想いくらいきますっていうので、はい、そうですね、予想ないですね今まあなかなかちょっと今伸び悩んではいるんですけど、まずは、まあ、こんなところに力入れてコンテンツ作っていきたいとか、うん、そうですね、言うのだけでもいいんじゃないですかね。うん、わかりました。あのまずですね、あの登録者数、まあ別に数字を気にしてるわけじゃないんですけど、一応決算ということで数字も目標も言います。まずは1万ですね、もうすぐ9000いきそうなんですけど、まずは1万を、うん、2021年の6月までに行きたいですね。あと6ヶ月。1万を、はい、?1 万ですか、はい。1万6月まで。ちょっと低いですか。もう、ね、年度内とか言っといた方がいいんですか、もしくはあの、あれじゃないですかね。年度春節前までに。日本、中国で言う、中国の2020年までに達成するとか。いや、あと2ヶ月で無理でしょう、ちょっとそれは。2ヶ月って言うと60日あるんで、あと1000人って考えたら、はい、1日16人ぐらい、17人ぐらい増やしていかないといけないです。いや、ちょっと厳しいかな、どうでしょう。じゃあ、4月、3月末ぐらいまでですかね。1万人。これ、視聴者の皆さん、イコール株主の皆さんがどう言うかですけど、そんな遅いよ、みたいな感じで、反発してくるかもしれないですけど。そうですね。まあ、一応それぐらいの、あの、目標は。まあ、皆さん、優しい株主なんて何も言わないかもしれないですけど。はい、思っていて、
とはもの言わどう、ぬ投資家って感じですね。そうですね、まあ、製品のリリースなんですけど、まあ、動画どれぐらいで出していくかっていうの、これも、ちょっと最近ね、腰痛めたりして緩やかになってるんで、週3本は出していきたいですね、動画。朝散歩を含めてってこ散とです歩か。含めて3本ですね。まあ今でもそれ以上はやってるんですけど、実際。低めの目標を出しといて、実際蓋開けてみると、お、目標よりいってるやんって言って株価上がるっていう方がいいので、一応3本は出すと。で、あと、ライブ配信も週1回は絶対やるということで、まあこれ、ただ VPN 実際の、どうなんですか、その配信実は私ちょっと配信環境とか最近の配信をリアルで見てないんでちょっと分かってないんですけど、接続結構安定してます？いや、結構難しいですね。音も途切れたりしますね。で、パソコンの方の配信はほぼ無理ですね。パソコンで YouTube 見るのもしんどいんで。で、スマホだこれとネッ一ト応ワーできクます。アダプターとかそういうドライバーの性能差もあるかなと思ってますね、それは。ああ、そうなんですかなんだ、ね。携帯の方が、そう、ネットワークアダプターとか、受信のドライバーが良くて、パソコンの方がちょっと古かったりとかしてるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、まあ、そういうハード面の、なんかこう、障害みたいなのもあるかもわかんないですね。パソコンの方ができないっていう。そうですね。そこもちょっと改善しないといけないですね。まあ、ライブは1回ぐらいは絶対やりたいなと思ってますね。実際はもっとやってますけど、あと、そうですね。散歩動画、対談。あとは、そうですね。上海以外のところは月1回ぐらい、なんか撮影に行きたいなって思いますね。目標はそうですよね。なかなかこの、私の会社はこれあれなんですね。ポリシーがないのがポリシーっていうことでやってるんで、突然、なんか全然突拍子もない動画また始めたりするかもわかんないんですけども、一応でもまあ、あれですかね。関係各社いますから、関係各社ってのは、その投資家の YouTuber さんとか、相場師さんとか、まあ、我々も含めて、関係各社というか、協そうです力会ね。社みたいな感取じ引先がいっぱいあるのん位置づで、けには、そうですね。いろんな取引先にそこは、との間の協業みたいそうな感じをです評ね。価していくんで。できるだけ提携して、皆さんにこう、仕事を触れるようにしたいですね。ウィンウィンに。そうですね。そんな感じですかね。それと、この間話してた、あわっこさんと、シャオクーさんと一緒にラジオラジオ始でめする。ね。このラジオ事業全は然決まっ新してない。く、全然決まってないんですけど、もう、やりたいですね。まだ企画会議を何回かやらないといけないんですけど、そうですね。基本的にはこの企画会議をやるのも、企画会議自身もコンテンツにしていくっていうことで、考えてますね。新しい製品を出すまでのプロセスを見せていくっていうそうですね。スそタイれル。で、消費者の心をつかむということをやっていきたいですかね。まあよくあるじゃないですか。なんか工場とか中国とかだったら、まあなんかその、なんていうんですかね、大きなレストランとかにディスプレイがあって、なんか我々の扱ってる食材はこんな衛生環境できちんと管理してやってますみたいな動画流れたりとかするじゃないですか。なんかユニクロとかも、なんかレジのカウンターの前とかにそういう縫製工場の映像とか流して、なんかそんなクリーンなイメージとかきちんとやってますイメージみたいなのを打ち出してやっていくみたいな、やっていってるみたいなところもあるんで、そんな感じ、まあ聞こえよく言うとそういうイメージですよね。そうですね。まあ我々の雑談グダグダなんで、すごいグダってる状況とかをがどう捉えられるかは、まあその株主さん次第なんですけど、そうです視聴者さんね。次第なんですけど、さっさと決めろよって思ってる人もいると思いますけど。そうですね。そんな感じですかね。あとはもう一つは、なんか、
YouTuber の人とコラボももうちょっとできたらいいなとは思ってるんですけど、うん、私が別の人のチャンネルに出るっていうことで宣伝ができるかなと思ってるんですけどね、うんうん、ただこれなかなか難しいのが、ね、あの私8000人しか今登録者いないのに5万人の人にやってくださいって言うとなんか言いにくいじゃないですか。同じレベルの人か私より低い人だと言いやすいんですけどあ、そんなあるんですかね、はい、ちょっと私 YouTube 自体はやってないんで、なんか多い人に言うとその辺のこっち宣伝したいから言ってるみたいに思われるんでなかなかちょっと難しいんですけど、まあでもそうは言いながらも、まあ、噛み合えばいけるんじゃないます、うん、なんかお互いに、そうですね、持ってる強みというか、そうですね、まあそうは言いながらもツイッターの中には株のすごい人いっぱいいるんですけど、あの割と皆さん私の方をフォローしてもらってコメントくれたりしたり、あとはライブやってるとたまにあのライブに来てくれたりするんですよね。3万人とかの登録者の人が、まあ、すごいなと思って、私のこんなん見ても本当全然あれなんですけど、そこはちょっとありがたいなと思いつつ、はい。でも中国株をメインで、はい、あの何 YouTube やってる人ってやっぱ少ないんですよね。少ないですね。ユーさん以外はあんまりない。見たことないですね。むしろ。そうですね。一人ね、あの一回出てもらった上海ネズミさんって、まあ、株というか経済企業分析の人がいるんですけど、はい、まあ株やってるのは多分あんまりいない。ほぼ見たことないですね。私も。うん。うん、そうね、散歩系っていうか、そのなんか街を撮ってる YouTuber さんとかは結構めちゃめちゃいますねそれ、うん、結構いらっしゃるっぽいんですけど、はい、そうですね、うん、あのほとんどの人はでもね無言ですよ、あの喋らない、私みたいにあんな風に喋ってる人っていないですね、はい、うん、ただ他の人はちゃんと編集してるし、あのジンバル使って映像のクオリティはめっちゃ高いですね、まあ高品質なものってことですよね。そうそうなんですよね。まあ、どっちかというともうあの安いファーストフード大量生産して売るっていうビジネスモデルなんで違うんですけど、そんなとこですかね。じゃあラバンのシャンファーはそんな感じですか。はい、そうですね。2021年ちょっとなんとかあのもうちょっと頑張ろう。うん、まあ頑張らないように頑張るっていうか、あのダラダラやるっていうのが結局こう目玉商品は何になるんでしょうか。なんかこうインタビューみたいになりますけど、目玉商品、そうですね、やっぱ街歩きのところの私の話ですかね。あのただこれかなりニッチな需要しかないので、はい、あんまり、ね、大量生産はするんですけど好きな人はなかなか少ないかなとは思うんですけど、うん、そこですかね。っていうのは普通に散歩動画だといくらでもあるんで、やっぱこの話を入れてやるっていうのは相当好き嫌いあると思うんですけど、そこですかね、はい、だから前その旧日本人疎開に何度か同じことを言ったと思うんですけど、はい、日本人疎開にいて、まあ、どなたか視聴者の方のお母さんが、はい、成果がそこにあるからっていうので行ったのとかは結構良かったなと思ってるんで、はい、そうですね、あれはなんかああいうのが増えるとな、うん、ただの散歩じゃなくて目的のある散歩になるんで、はい、結構なんていうんですかね、はい、帰っていきやすいなっていう感じなんですよね。あ、そうですね、前もおっしゃってくれましたね、うん、あの探偵ナイトスクープみたいだっていうことで、そうそう、探偵ナイトスクープみたいな、うん、そうですね、そのシリーズいいですね。そのために私わざわざあの一本動、まあなかなかリクエストに応えれてないんですけど、リクエスト専用動画っていうのを作って、そこにどん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 コメントを貯めていってもらうということで、うん、まあ、リクエストしていただける方はもちろんありがたいんですけど、そのリクエストする、はい、するしたすあのして、そこの場所のなんかエピソードみたいなのが見たことあると、あ、はい、面白いですよね。そうですね、見てる方としても、なんかここでよくこんなことやってましたとか、あ、そうですね、いうのがあると、そうですね、うん、
そうですね。だからリクエストをいただけるとき、どこの道っていうだけじゃなく、なぜそこにそこを取ってきてほしいかっていうこととか、思い出とか入れといて思いも入れらえとかたら、気持ちとかがそこにそうですね。入ってると、多分ユウはい。さんとしても、いはい。や、こうそうらしいんでみたいなことを説明言っできますて、からね。確かに、それはありますね。そんな感じですかね。そういうことらしいです、皆さん。ちょっと私もなんか代表して聞いてるみたいな感じになってますけど、一応まだね、この事業は設立されてまだ1年ちょいなので、確か私、去年のね、11月か12月から YouTube 始めたんですよね。で、本格的にやったのが、本当2020年の1月からなんで、まだ、できたばかりの新しい、事業なので、企業なので、またこれからちょっとよろしくお願いします。そんなとこですかじゃあ、ね。これで年次報告会は終了ということで。また来年の2021年の12月末にやりたいと思います。四半期報告はないんですか、これは。市こう1販万人達成したのが実は目標より、ああ、そっか。予測より早かったですとか、そういう、なんかそうですね。PDCA は回さないんですか。そうですね。確かに四半期でやりましょうか、これ。もう、それでもいいですね。なんか企業っぽそうでいす感じね。で。企業は3ヶ月に1回、報告しだからないと次いけは3月末ない。ですかね、3月やるとす末か、れば。頭、4月頭ぐらいですね。3月末で4締月め頭て。ぐらい。そうですね。じゃあ、その時、お願いします。じゃあ、阿波っ子さんは、この会社の、財務担当っていうことで。財務担当。CFO ですか。チーフ CFO フですァイか。ナンシャルオフィサーということで、よろしくお願いします。わかりました。では皆さん、また3ヶ月後にお会いしましょう。じゃあ、あわこおさ疲れんは様で今日しは、た。ありがとうございました。失礼い、しありがとうございました。ます。